はい、2016年、フルトレーダーのバイナルオプションにおいてですね、日本一から世界一になり第1位になりましてね、で世界バイナルオプションスペシャリスト社となっております。日本全部の資金ぐらいの運営規模でございましてね、私が担当したところはね、日本全部の銀行の資金ですね、を集めたレベルの投資場所ですねでございまして、そこにおいて日本一から世界一になった1位になりまして、バイナリーオプションスペシャリスト社、世界ですね、バイナリーオプションスペシャリスト社ということに、資格を持ちました。で、当然、世界一の座というのは厳しくてですね、1億円近く投資しておりましたけど、当時ね。で2016年、去年は世界第2位でした。現在、ズルトレーダーは FX 統一となってます。で、私の座というのは、コンピュータ分析ですね。で、まあ、戦略方法変わって稼げなくなったりしますけれども、世界一の億万長者を起こす稼ぎができる。というレベルでございます。妨害戦争圧力ですね、の問題だけですね、稼ごうとすると核爆弾を落としてくるということで、それを抑えて稼ぐということですね、無限に稼げるということですね、になっているということでね、人工知能の分析でね、でこれもそうなっている人工知能の、最新版ですね、でですね、今はスプレッド 0.4 という大変な大きい 40% ということですね。スプレッド 40% も取ってます。で、分析ができているのが3つですね。1個、ユーロ USD とユーロ JPY と、今それだけですね。あ、これがありますね。これは分析されてますね。3つだけですね。GBP、USD も見つかってます。で、この3つだけですね。7通貨。で、15分、1時間、1日のバイナルオプション、30分、1分、3秒も対応。すべてのバイナルオプションに対応できます。私の方はね。と、FX 投資も対応しております。FX でも稼げます。でですね、今回この7通貨あるんですけども、稼げるシグナルっていうのは 全部の通貨やっても3分の1ですね、出るとき出ないときがありまして、いろんな通貨国出しても3分の1ぐらいしか稼げるね、ツールが見つ、シグナルがなかなか見つからないものですね。で、全通貨国人工知能で分析しております。で、このインジケーターでですね、投資しまして、で、今んとこは、62と118の設定 60% 以上ということでね、で、このスプレッドエクサというのが、まあスプレッドが 40% 低迷したとき、0.4 は 40% 低迷したという特殊なスプレッドの単位です。これは私が、発明した単位数なので、ただのスプレッドと違います。スプレッドエクサと言ってます。バイナルオプションスペシャリストが発明したスプレッドの単位ですね。0.4 は 40% ダウンのことです。で、いろいろ皆様がわかんないような、
単位とかインジケーターがありますけれども、私が発明したインジケーターが無数にあるわけですね。皆様が使ってる FX なんかについてるインジケーターいろいろありますでしょ。 SRI とか AO とかですね、いろいろあると思うんですけど、ボリンジャーバンドとかですね、一目均衡表とか、ね、それ以外に同じ以上に発明してまして、いろいろ有料で持ってます。自分で発明したもので、特許だもんですからね、特許は申請できさせてもらえないんで、いろいろ持ってます。スペシャリスト社が発明したインジケーターね、これは公開されてないし、私が発明したもんなんで有料なんでね、無料で提供してません、ね、でそういうインジケーターを私がここでね、稼げるインジケーターに組み込んでるわけです。で、私の場合は世界スペシャリストの一番になった理由というのは、もう計算コンピューターで稼げるだろうと、もうね、無限に稼げるだろうと、あと力だけですね、軍事力。私が稼ごうとすると世界の人間たちが核兵器を落とすぞと脅かしてきます。それに打ち勝つ力で稼ぐね、そういう問題が起きないようにしてからじゃないと稼げない。普通の人はそういうことないんでね、稼ぎやすいと思いますけれども、一番となったからにはそういうふうにね、ただお金でね、稼ぐだけじゃ自由に動けないとダメだということでね、その人間全員とのカバーが取れるようにという力を勉強しながら、研究しながらをしております。事実上は世界一の私が億万長者です。ビル・ゲイツなんかよりか、パソコンの発明者は私世界一なんで、もっと金持ちです、事実上はね。ただ皆さん方の戦争レベルと同じね、軍事的な力に費用がかかって、防衛でいうね、国レベルの軍事費用よりかかかっております、私が生きるのにね。大きい国のね、軍事力よりか私の個人で防衛する費用はかかっております。そんなことで、まあ普通並みに生きてるような感じではありますけれども、まあ1リットル1万5000ぐらいのミネラルウォーターで風呂入るぐらいですからね。まあそんぐらいはしております。一回風呂入るだけで、光熱費と同じに10万かかりますので、たった30分風呂入るのに10万かかります。ね、そういう綺麗な1リットル1万5000のね、高級ウイスキーって1万5000で買えるでしょ、ね、1リットルね。私のお水も同じです。このお水はそうです。1リットル1万5000のミネラルウォーターです。ビル・ゲイツとも飲めないし、ね、世界の億万長者ともこんなに1万5000もするミネラルウォーターは飲めないです。私以外飲めないですね。そういうことですね。買えば飲みますけど、飲んでません、そんなの、ね。私以上のものは飲んでません。それで、このインジケーターね、結構ね、これがいいんですね。一個見てみますね。こっちの方がいいかな。こういうシグナルで、今分析中で、まだ立ち上がってません。いやでも当然ね、私は人工知能で人間の勘とかいうのは全部アウトです。そんな不足な計算になっちゃいますので、全部人工知能です。人間の考えは認められません。ちゃんと計算で57点59点54点と出てますけど、超正確な分析と超正確なデータから分析します。
人間の判断一つでも出たらダメです。人間一つだけってまあすごいいいよなんてダメですんで、一つも入れたらもう勝てません、ね、投資では人工知能の分析ね、私は IBM の取締役もやってますけれどもね、それから東京基礎研究所 IBM の東京基礎研究所にも私は東京生まれで勤めてたことあります。私は取締役です。 IBM をね、で世界中そうですけれどもありますけれども IBM はね取締役です。で人間の判断というのは一つも入れてはダメです。こんなに曖昧なものはございません。人間の判断どんなにいいっつったって曖昧でいい加減です。ここにも出てますように正確な勝率 Win100、44% とか 46% とか出てる、46勝6入って出ますけどね、この勝率は43ってことですね。全部そうと、これは 0%。全然0ですよ、と、ね、いうことなんですね。それでね、こういう数値を分析するためにも、自分自身ね、この1万5000のミネラルウォーターで体をきれいにしないと、ね、1万5000のミネラルウォーターで、純になって天然ミネラルなんですね。で考えるということが大事で、そうしないとね、分析がかなり複雑ですから、正確にね計算することができませんね。でまあこのように出てまして、決まるとダウンローディングされるんだけど、今はこの3つだけですね、この2つの右側に数値がローディングされてますと、こちら28と22ね、他は0でローディングされてないんですよ。でこの3つでね、1つも決まってるから1つ以上ね、で全部分析終わったら戻すんだけど、その時にの勝率が落っこってるんですよ。 60% 以上じゃないの、もうじゃなく変わってるんで、まだまた分析し直してるんですね、繰り返してね。まあ、安定性のある勝率のあるものを分析してまして、でここでは取引10個以上とやってます。だから、2880ライン中ね、10個以上投資してるというのを見てるんですね。こっちの投資はね、高い勝率で、たくさん一回に投資するタイプのインジケーターです。で一回に100本ぐらいまで投資してもいいだろうというやつですね。で、左右にやってるのがあるんですけども、まあ左の方ですね、月曜日朝から投資、デモで、自動売買させてます。ライブは禁止なんでね。ぜひちゃんと手入力で言ってください。これは自動売買です。左の見せてませんけどね、これが8050円の利益ですね、朝からね。あ、これがまた別のねインジケーターで、でこちらの方はまとめて投資するインジケーターなんですね。めちゃめちゃにスプレッドが多いんです。 40% 取ってるんですね。矢印がほとんど出てこないからね、少ないんだよね、投資数がね。で、投資数はものすごく少ないんだけど、シグナルが出た時の正確さがものすごく高いです。目処が非常につきやすいやつなんですね。60% 以上なんですけれども、スプレッドの比率が非常に余裕をとってあるんで、ね、外れてても
勝ちやすい、そういうメドがある反面にね、だいたいシグナルが来てから最後の方、外れても外れても外れても最後に盛り上がるんですね。だから8回ぐらい通してて怒っていきますでしょ、外れて逆張りでね。そうすると8回か10回目ぐらいで戻り始めるんです。だからそこの最悪値のところにうまく打てると、そこに100本ぐらい打てるともう大変稼ぎが取れる、そういうインジケーターですね。これはね、左とか右のようにね、週にね、1万回も投資しないといけないんですよ。20時間毎日ね。そうすると疲れるんでね、自動売買禁止ですから、手に力でしょ。毎日20時間仕事するのは大変なんで、ただ、最低、5万円ずつの投資だと400万稼げてますけれども、週にね。週に400万稼げてますけど、5万ずつ投資で。1万回も週に投資しないといけないよね。コンピューターのインジケーター通り投資するだけなんですけど、ね、自動売買禁止ですから、手に力で大変1万回もきついということですね。それで考えられた、来たのが、この投資方法ですね。で、ライブでもちょっと試験投資してるんだけども、ちょっとやってるけども、3000円ぐらい稼いでますね。5000円ちょっと入金したんですよ。5000円だけね。それで3000円の利益になってます。これ100円ずつ投資できるんです。ただ、ペイがね、ハイアンドロシアと違って、1.8 倍ですから。ハイアンドロシアは 1.9 倍ぐらいありますからね。2倍もありますから。ここは 1.8 倍ですから。80% になってますので、ペイが少ないです。その代わり、少額の資金で打てるってテストはできんですね、ライブでね。そういうメリットがあります、ね。で、このインジケーターの調整中ですね。で、このインジケーター系統で売ってるんですけどね、投資してるんですけども。負けはないですね。私のような投資で負けはないですよ。ね。ただ力ですね。力で安全にね、不安を取れて投資すればいいわけですね。そういうことです。人工知能任せですからね。100%。ね。で、このインジケーターはね、難しい操作ができないんで、作った人じゃないと、動かすことができません。いろいろ設定値が難しくて、ね、作った人じゃないと、操作できません。ロケットの操縦みたいなもんですね。宇宙ロケット、宇宙ステーションまでね、ね、宇宙船を運転するように難しいです。それが宇宙、そういう宇宙船を動かせる人は大丈夫ですけども、ね、スペースシャトルなんか運転できてる、できる人は大丈夫です。ね、そういう人じゃないと、このインジケーターは操作できません。ね。現在私しか操作できないわけですね。訓練してないですからね。で、このね、スペースシャトルの操縦と同じぐらい難しいというので投資するわけですから、当然投資するときは最高額1億円ぐらいで投資しますけどね。ね、1回で1億円ですから、1日に何回1億円投資するか、1000回投資する場合もあるわけですね。1兆円もお金を動かすわけですよ。勝ったり負けたりしながらね。ね。そういうことでね。ちょっと待ってくださいね。氷をちょっと。ここにちょっと行ったんで。
で、このね、あの、氷入れた、ミネラルウォーターで作った、ね、氷に、ミネラルウォーターのお水、これが最高。で、冷やすと。今、暑い時期になってきますからね。で、今、分析し、人工知能分析してるんですけども、まあ、1個は見つかってると。これもね、だから3つ見つかってるんですけどね。分析完了するまで時間がありますね。ステップ2にしてもいいんですけどね、どうしようかということですね。まあ、そんなことでございました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売屋先生でした。このようにインジケーターを走らせて投資試験中です。大金投資できるように、今は、ライブ投資でも100円投資ですね、このようにね。このように100円単位の投資です、ライブ投資でもね。1億円投資できるように訓練してます。ね。そんなことでした。どうもありがとうございました。